あんなに魔法もなしで、どっちが化け物なんだか。確かに人間離れしている。あの剣にまとわりつくあの影は、トロールの大嫌いな性別した木の実をぶちまけるのよ。トロールが近寄ってこない。どうやら魔除けの力が効いているようですね。長くは持ちません。今のうちに寺院へ急いでください。人が心配ですね。私は石泥さんと救出に当たります。ありがとうございます。寺院を守り抜いてください。ガッツさん、手分けしませんか。あの大きいトロールを借りましょう。バキャロ、ここが正念場なんだよ。
ベ、ゲプラ、マルクト、アテ、ベ、ゲル、レ、オラーム。トロールが、これがあいつの魔術。どうやらトロールはこの結界には近づけねえらしい。まったく大した冗談だぜ。私向きの相手のようです。任せていただきます。好きにしな。俺もこのデカブツの方が分かりやすくて性に合ってる。さすがに無茶だ。あんなのに勝てるわけが。そうでもないぞ。あいつこういうの結構慣れてっからな。でかい図体してるだけあってタフだ。雑魚どもとは違う。急がなければ。この地に10戦でウィンレイヌ。精霊なり古の名役に従え、この地を汚せし悪霊を洗い清めん。川の氾濫、トロールどもが流されちまった。これが魔術。
たんだよな。俺たち助かったんだ。これもあの小さな魔女のおかげだな。おい、キャスカとファル姉ちゃんの姿が見えねえぞ。まさか洪水に巻き込まれて。すぐ探さなきゃ。どうだ。ダメだ、どこにも見当たらねえよ。ファルネーゼ様は、お二人はまだ見つからないのですか。まだ動いちゃダメだって。大丈夫よ、きっと無事だわ。今シール家が二人のオドを探してるから。私の責任だ。私が力に溺れてしまったから、もっとしっかりやっていれば。おい、肩の力を抜け。そんなにシャチホコばってちゃ普通にやれることもできやしねえぞ。お前はよくやったぜ。正直驚いた。お前がこの村を救ったんだ。少々荒っぽかったかな。誰も責める奴はいねえよ。つうことでよろしく頼むぜ、魔女殿。感じます。二人のオド、二人とも無事です。でもこれはトロールに連れて行かれてるようです。